本日は中根小学校、前渡小学校、旅子中学校、美濃浜学院義務教育学校、沢高等学校、茨城工業高等専門学校の皆さんから発表をいただきました。それでは茨城大学人文社会科学部長原口弥生教授より講評をお願いいたします。皆さんこんにちは。茨城大学で環境社会学を担当しています原口と申します。今日の報告皆さん本当にありがとうございました。なんていうか知らないことも、たくさんありですね、学びの多い、時間でした。で私は大学の方でその環境社会学あるいは政策論、環境政策論を担当しています。で環境って聞くとおそらく先ほどの茨城高専さんのようなこう研究成果ですね、実験をやって、データを取って何かこうアウト発見をするということを想像されるかと思うんですが、やはりこう人々がどう考えてどう動いてどう解決していくのかという部分もすごく大事ですので、こう社会科学と言っても難しいだと思うんですが、人の視点に立って、環境問題を見ているという分野になります。でその視点でちょっと少しだけですね公表ということですので、感想を含めて、なりますが話させていただきます。まず、忘れないうちに言っておきますけどお話ししますけども、茨城高専 松田さんと、お名前は横倉さんですね、ぜひ県議会の方に研究に取りに行ってもらえたらと思います。非常に期待されている効果ですので、研究成果を含めてですね、ぜひ果敢に挑戦いただけたらと思います。で今日6組 の報告でしたので、一つ一つにコメントをするちょっと時間が足りなくなりますので、全体的なコメントを、3点ですね述べたいと思います。まず一つが、今日報告の前に、野沢教育長の方から、ひたちなか市では ESD というですね、環境持続可能な、社会を作るための教育を行っているというところで、キーワードとして自分ごとという言葉がありました。で、自分ごとにするというのは非常に難しいことで、環境問題が大事なのはみんな分かってはいますけれども、なかなか取り組むことはできない、自分ごとにしないとなんか心が動かない、体も動かないというところなんですけれども、その視点で例えばですけれども旅子中学校の発表は中学生として何ができるのかという、 意義というですね、なぜ自分たちが取り組むのかというところから問いかけて、それは自分たちが消費者なんだと、社会に、消費行動を通じて責任ある主体なんだということを確認した上で、活動されていました。でそれはお金をみんな使いますから、本当にみんなが消費者ですね。ですのでその視点で、責任があるんだということからの問いかけ、非常に印象的でした。で、その自分ごとというと、例えば今回、なぜ参加したんですかという問いかけが先ほど司会の方からされましたけども、沢高校の生徒会の皆さんですね、初めて参加されて、その生徒会としてですね、先生は関係なく自分たち参加されたと、それもボランティアを、してその成果ですね、いつの時期にゴミ拾いされたか分かりませんけども、大変だったと思いますし、そこでいろんな発見があったかと思います。ボランティアも多々ありますけども、自分の体を使って行うボランティアっていうのはすごく心に残るものだと思います。私も、自分の心でボランティア何やったかなとこう思い出しながら考えてましたけども、昨年、台風19号で県北一帯本当にひどい、水害に遭いました。ですので、学生を連れて本当に一日でしたけども、学生と留学生、大学院生の留学生を連れて高萩市に一日でしたけどもボランティア行ってきました。そうするとそこの被災者の皆さんの話ですとか、
重い泥かきですね、泥かくのすごく重かったです。でそれをみんなで協力して、東京から来たボランティアもいましたけども、そういう活動をしました。でそういう活動をするとやはり今の能登 の皆さんの状況というのは非常に近くなりますので、それ今回沢高校以外でも小学校中学校でボランティアされたと思うんですけども、自分の時間と体を使って動かすということは次の問題への関心につながりますので、そういう意味では本当にこうESD という点からもですね、自分ごとにするという、じゃあ問題を、まあ小学生はね、自分たちでやることがすごく大事だと思いますし、小学生ならでは の頭でっかちの私たちみたいにですね、頭でっかちじゃなくって、本当にこう純粋にこのあるものを見て、環境を見てどう感じるのかっていう柔らかい発想で自然環境を見たり、いろんなことを見るのはすごく大事だと思うんですね。でもだんだんこう高学年になるといろんな知識が入って一方方向でしか見えなくなっちゃうということはありますけども、まあ、それはそれで先ほどのこう中学生のようにもう問いを立てて考えるということになりますので、それぞれの報告を聞いてですね、こう自分ごとにするということ、それが次につながりますので、この視点は本当にこう素晴らしいなと思って聞いていました。あともう一つですね、いろんなの問いかけがあって、最後の方にあった前渡り小学校の小学生のから、美濃浜学園のさんのなぜこんなに素晴らしいというか、さまざまな希少種が残っているんですかという質問がありました。で、美濃浜学園 の方の回答は、ここは気候が安定しているからだよという、気温が安定しているからだよという回答がありました。おそらくそうなんだろうと思うんですが、そういう環境は他にもたくさんあるはずなんですよね。でもなんかその気象現象条件って難しい、その同じ気候だとか地理的なちょっと難しい条件っていうのは他にもあったはずなんですけども、沢田遊水地だけが残っているというのは他にもあって、例えば皆さんシジミって好きですか？シジミの味噌汁美味しいですけども、今関東圏でシジミが取れるっていうのは日沼ぐらいです。非常に貴重なんですよ。でもシジミって昔はあちこちにいたんです、取れていたんですけども、それは河川の環境をこう開発して砂利を取ったり砂を取ったりして川の環境が変わったので、シジミの生息地域がどんどん減っていって今は日沼しか、ね、取れないということを考えると、沢田遊水地はいろんな人が守ってきたから今の環境があるということなんですよね。で、今回今年もここの場で、美濃浜学園の中学生小学生も中学生も活動した内容が発表されました。でそこでその成果を私たちは共有することができました。でそのことによって、ひたちなかって小学生も驚くくらいに貴重な自然があるということを理解しました。でその地域の中にこの豊かな自然環境があるということを知らないと他と同じようにあっという間に開発の対象にされてしまいます。前も言ったかもしれませんが、白神山地って世界自然遺産になっているのをご存知かと思うんですが、白神山地はなぜ今世界遺産かというと、実はあそこはスーパー林道っていうですね、山ですから不便なわけですね。だから山を切り開いて大きな林道、道を道路を作ろうという計画があったわけなんです。ですけども、地元の人たちがいやここの山は大事だと守りたいというところで反対運動をした。で反対運動をするためには地域の自然がどれだけ豊かか価値があるものなのかっていうのを調べなきゃいけないというところで調べていたんですね。でそれで人々が思っていた以上に非常にこう東アジア全体で見てもここしかないという自然環境が残っていることに気づいて今世界遺産なんです。だから本当にこう素晴らしい遺産があったとしても簡単にこう開発の対象にされてしまいますので、中学生が中心になってそれを地域の方が今日とも来ていらっしゃると思うんですが、地域の方たちが見守りながら共に守っている自然がある、それをこう公開しているというのは非常に地域の環境を守るという上でも
大事な質問ことでなので、前当たり小学校 の, 小学生の質問方 の, 質問はいいとこついてるなと思って聞いていました。で、最後ですけども、最後の質問で、中野小学校の方ですかね、できるんですかと、できるんですかと、私たちにもできますかという、で、その教育長のできるわよっていう教育長のできそうなコメントを言ってらっしゃいましたけども、やはりこう動いている皆さんはできると思いますよね。次の何かができるということで、もし、分かりませんけども、すでにひたちなか市では段ボールコンポストをやっていらっしゃいます。聞きながら私も自宅でやってみようかな、どこに行けばいいかなとかと思って聞いていましたけども、仮にですね、ここの発表の場が次の学校の取り組みにつながっていくということがもし実現すればですね、それは今日の発表が単にこの発表で終わるんじゃなくって、次のアクションにつながっていくというところで、こう環境スクールネットワークではないですけども、そういうその活動が活動をこう呼び起こしていくような、でそこに高校生の研究も入っているなと、本当に素晴らしい成果を生み出しているこの25年間の環境シンポジウムではないかというふうに思っています。で、それを支えているのはおそらく今日午前中に初の取り組みというふうに聞いておりますけども、各学校同士の交流会があったというふうに聞いています。で、小学生と中学生、高校生と年代は非常にこう大きく分かれていますけども、やっぱり自分たちの活動を発表するわけですが、隣 の, 学校の発表を聞くことで、それはすごく自分たちの学校との違いを認識することになるので、やっぱり比較をするということによって自分たちの取り組みを、特徴を理解する、大学では相対化するんだよとかって難しい言葉を言いますけども、他を知るということたちことは自分たちの活動を知るということなんですね。ですので、おそらく今日午前中に学校同士のこう交流会があって、少し交流を深めた上で の, 発表会だったことで、より良い質問が出たと思いますし、もし次の行動に今日の発表を受けて、次の取り組みへのこうヒントが得られたならば、本当にこう素晴らしい、環境面でのこうスクールネットワークというものが生まれつつあるのかなと思っております。というところで、四半世紀支えられた本当に地域の方、市の方、あと学校関係者の皆様、本当に素晴らしい、国内を見ても25年続く環境シンポジウムというのはそんなにないと思いますので、これは本当にシビックプライドの一つとして、ますますこう発展をしていただけたらというふうに思っております。ということで、簡単ですが発表と公表とかに返させていただきます。本当は本当に発表ありがとうございました。引き続き応援していますので、茨城大学にもぜひ遊びに来てください。はい、では終わりたいと思います。ありがとうございました。目口先生、ありがとうございました。